はい、皆さんこんにちは。 TRX コースインストラクターの佐藤です。よろしくお願いします。今日は皆さんに TRX コアワークアウトというプログラムを紹介します。このコアワークアウトは日常動作やスポーツのパフォーマンスをより強化するためのコアのプログラムになっています。無理しないで頑張っていきましょう。このプログラムを簡単に説明すると、まずウォームアップが終わったらラウンド1では4つの種目があります。その4つの種目を40秒動いて20秒休憩、それを4セット繰り返します。セットの後半には少しチャレンジをするプログラムも出てくるんで楽しみにしててくださいね。そしてラウンド2でも同じように4つの種目があります。各10回繰り返して2セット行うという形になっています。コアをさまざまな方向から働きかけるというプログラムになっています。無理しないで頑張っていきましょう。さあ、それではウォームアップからいきます。はい、それではウォームアップからいきましょう。まずはハンドウォークトゥープランクです。ついたらそのままプランクの形になります。そして手で歩いて、はい、これを繰り返していきます。1分いきましょう。1分。前に行った時は正しいプランクの形を作ると、一緒に下がった時はハムストリングや粘筋が伸びるのを感じましょう。慌てなくていいですよ。はい、OK。 じゃあ次はランナーズストレッチです。足を後ろに大きく一歩後ろに引いたらそのままローテーション、そして足を入れ替えましょう。前に出した足、股関節を外に回したり、そして反対に回したり、ねじったりしましょう。入れ替えても同じように。そしてねじったりしましょう。はい、 OK。 じゃあ次は TRX スクワットローです。長さをミートにしたらアンカーポイントに顔を向けて立ちます。肋骨の下にハンドルをつけて体を少し傾けましょう。そのまま肘を伸ばし、そしてスクワット、そして立って引いていきます。正しい姿勢を保ちながらコアを安定させて、股関節と肩関節を動かしていきます。はい、慣れてきたら、同時に動かしましょう。そしてだん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 、血流を良くしていきます。いい姿勢を保って、マウス&スペースです。じゃあ最後です。TRX、フォワードランジ with バイクライドです。ミットにしたら、ハンドルが肩の高さに来るようにして、ストラップピンで入ります。そのまま右足を大きく前に踏み出して、ワイドし、胸が伸びるのを感じましょう。そして、元に戻します。反対の足です。ハンドルをしっかり強く押して、そして地面も強く蹴って、コアを強く安定させた状態で肩や股関節を動かしていきます。
さあラストいきましょう。じゃあここからまずはラウンド1に入っていきましょう。ちょっと水分補給しましょう。セッション開始。はい、まずは TRX バイフライです。ミットにしたらアンカーポイントで顔を向けてバイポジションで立ちましょう。そしたらそのまま体を傾けて、はい、つま先も上げます。でオフセットにしてください。そこからバイフライをしていきます。これがバイフライです。はい、スタート。さあ、肋骨が開かないようにいい姿勢を保ちながらいきます。余裕がなければ後ろの足をもう少し広げてもらうと楽になります。大丈夫な人はこの伏せての足を少し狭くしてください。なるべく遠くの方にハンドルが来るようにして姿勢を保ちながら、はい、OK でしょう。はい、続いてTRXチェストフライです。ロングにしたらアンカーポイントに背中を向けましょう。そして肩の前にハンドルでそのまま体を傾けます。これもオフセットにしましょう。そこから横に広げていきます。これがTRXチェストフライです。さあ開きすぎなくてもいいので腕が開いたときに肋骨の下を締めてしっかりコアを意識して、そして体幹はサーフボードにまっすぐ維持します。これオフセットの足がちょっと広くなると楽になります。狭くなると少しチャレンジ高まります。無理しないで、はい、OK でしょ。はい、続いて TRX スクワットです、長さをミット、アンカーポイントに顔を向けて立ちます。はい、そしたら肩の下に肘が来るようにして足をスクワットです。そこからスクワットをしていきます。さあ、正しい姿勢を保ちながらですよ。足は地面を裂くような感じで立った時は背を高くするようにして、大丈夫だったらあまりストラップに倒れられない、少し緩めてもらっても大丈夫です。はい、少し不安な人はストラップをピンと張ったままやってください。はい、OK でしょ。はい、続いてテレス、アブダクテッドランジです。長さをミッドカーブにしましょう。そしたらアンカーポイントに対して横向きに立ってフットプレートの中に足を入れてください。そのままセットしたら膝を曲げ伸ばしをしていきます。チャレンジをしたい人はアンカーポイント側の方に少し近づけていくようにするとチャレンジ度が高くなります。不安定な人は上の手で下の手をしっかり押したい、右の広背筋をしっかり使って左の電気に働きかけましょう。はい、OK でしょ。はい、ここから2セット目に入ります。はい、TRX バイフライです。ミット、アンカーポイントに顔を向けてたからワイポジションです。そしてオフセットにしましょう。そこからワイフライをしていきます。さあ耳の横にしっかり来るように腕を大きく動かして、その時に
肋骨の下をしっかり締めて、臀筋もしっかり使って、さあ余裕があれば後ろの伏せっぱなしを少し狭くして、大丈夫だったらさらに狭くして、余裕がなければ広くして、そうやって調節をしてください。はい、OK でしょう。はい、続いて、チェスト。チェストフライ、ロングです。アンカーポイントに背中を向けたら、肩の前にハンドルで、そのまま体を傾けましょう。そして、足はオフセットにします。そこから、ライタイとして。さあ、スタート。腕が横に開いたときに、肋骨が開きやすくなります。顎が下がったりもするので、頭の位置は体幹に対していいポジションをちゃんとキープしましょう。マスアンドスペースです。そう、慌てなくていいですよ。じっくりやってください。テンションかけてる時間を長くすると強度も上がってきます。そう、呼吸も忘れないで。はい、オッケーでしょ。はい、じゃあ続いて、ピアレックスワンです。ミート。アンカーポイントに顔を向けてたら、肩の下に肘で、ストラップピンと反対一番下がりましょう。そして足はスクワットパワーです。はい、そこからスクワットスタート。さあ、大丈夫だったら少しスピード上げてみましょう。そうです。でも、いい姿勢保ってもね。そうです。で、ストラップは張ってなくても大丈夫です。ちょっと緩めてもらっても大丈夫です。自分のできるところでいきましょう。少しずつ心拍数も上がってきます。さあ、足は地面を裂くようにして、いい姿勢を保って、はい、OK。はい、続いて、やる。危なくて、どんな感じです。だから、そう、ピットカーですね。フットクレードルの中に、そのまま足を入れてしまってください。はい、そしたら、左手の上、右手が下です。はい、そこから、スタート、ランジしていきます。余裕があればアンカーポイントの方に近づいていくときつくなります。もしバランスが取れないようだったら、今度は左手で右手をしっかり押して、左の広背筋を使って右の臀筋をしっかりアクティベートしていきます。待ってなくていいよ。はい、じゃあ今回ちょっとチャレンジをしていきたいと思います。で、アイフライ、アイフライ、ディフライ、ミックスでいきますね。長さをミッド、アンカーポイントで顔を向けたら、まずはアイです。そして、アイ、ワイ、ティーズ、はい、アイ、ワイ、はい、ティーです。ストラップが、一番上に引いた時もちゃんとピッと張るようにしてください。そう、そしていい姿勢を保って、きつくなったらオフセットの足をよく使ってくださいね。さあ、そしてきつくなってもいい姿勢をしっかり保って、はい、OK、 いいでしょう。はい、じゃあ続いて左です。チェストフライです。できる人はクロックプレスにチャレンジをしてみましょう。はい、アンカーポイントの中を向けたら足はオフセットに、そこからクロックプレス、片っぽはチェストプレスだけど片っぽはワイ、そしてティー、そしてエーのポジションに持ってきます。はい、それを
入れ替えてみましょう。そうそうそう、はい、入れ替えますね。そう、入れ替えて T、 そして A、 はい、入れ替えます。はい、OK。 はい、続いて TRX スクワットですけど、ここオーバーヘッドスクワットにしたいと思います。長さをロングですね。アンカーポイントに顔を向けたら Y ポジションでストラップをピンと張ります。さあ、ピンと張ったのをキープしたままスクワットしていきます。はい、繰り返し。さあ、ストラップが緩まないように緩まない。そしてマス&スペースです。首長胴長にしましょう。スクワットは可動域いっぱい動かして、足は地面を裂くようにして、そう、特にボトムから上に切り入るときにストラップが緩みやすくなるから気をつけてみて。さあ、あと少し頑張ろう。はい、オッケー、よいしょ。はい、ではです、アブダッテッドランジですね。ミッドガーフにしましょう。そしてアンカーポイントに対して横向きに立ちます。トップレードの中に足を入れたら、そのまま、はい、今度は少しチャレンジで下で止まる時間を長くします。スッと、ではスッとで、上がります。ダウン、そうそうそう、はい、そう、少し長くしてみて、よいしょ、そうそうそう、はい、アンカーポイントに近づけると少し気づくときつくなりますよ。あと少し、ここね、はい、オッケー、よいしょ。はい、ラストのセットです。はい、ダレックス、アイフライ、ワイフライ、ティーフライですね。長さはミッドです。アンカーポイントに顔を向けて出しましょう。そしたらまずはワイ、アイのポジションで体を傾けたら足はオフセットします。はい、そこからアイ、はい、ワイ、そしてティーです。はい、繰り返します。ストラップを常に常にピーンと張ってくださいね。そう、テンションかけて、で、足でもしっかり地面を捉えます。そうすることによってコアに力が入るのを感じましょう。慌てなくていいですよ、じっくりやってください。そう、上長くに休憩にならないように。はい、OK でしょう。はい、ではです、ブロックプレスです。ロングにしたらアンカーポイントに背中を向けて、肩の前にハンドルで体を傾けたら足をオフセットに行きましょう。そこから Y、 C、 スタート、 A、 そして反対、はい、そう、はい、で、反対です。はい、繰り返します。少しこうね、左右の腕の動きが違うと体に対してローテーションの負荷がかかるんですよね。かかっても体はねじれていかない、まっすぐの形をキープしたまま行いましょう。はい、OK でしょう。はい、ではです、オーバーヘッドスクワットです。はい、ロングのままで OK です。アンカーポイントに対して、顔を向けたら、ではオーバーヘッドポジションです。はい、ストラップをちゃんとピンと張ったところから、スクワットしていきます。はい、スタート。さあ、さあ、さあ、体の背面がすごく、意識できるんですけど、
そこで体の前側が負けないように前側もしっかり肋骨の下を締めて、そして下半身もですよ、足は地面を裂くようにして、そう、全身使っていきます。さらに首になって2本目、あと少しですよ。はい、OK でしょう。さあ、ラストです。はい、いけるっす。アブダクテッドランですね、ヒットカーブにしましょう。そしてアンカーポイントに対して横向きに立ったら、フットプレートの中に足を入れますね。さあ、ボトムで少し止まる時間を長くします。ラスト頑張って。はい、スタート。そうそうそう、下に少し止める。じゃあ余裕があればアンカーポイントに近づく。はい、もしふらつくようだったら手をしっかり押し合って、さあ、あと少し待って。はい、オッケー、いいでしょう。ここまでがラウンド1です。じゃあ水分補給したらラウンド2いきましょう。じゃあ水分補給お願いします。はい、じゃあラウンド2いきます。コアチャレンジです。コアに特に強く働きかけるようなエササイズが4種目あります。まず1つ目は、サイドプランク with ローテーション、右手をつくバージョンでいきます。その次は TRX ハムストリングカーブ、後ろ側ですね。そしてその次にもう1回 TRX サイドプランク with ローテーション、今度反対側になります。そして4つ目が TRX クランチ、前側に特に負荷をかけるようなエササイズになります。それを10回で2セットいきたいと思います。さあ、じゃあいきます。頑張りましょう。じゃあまずはテレスサイドプランクウィズローテーションです。長さをミッドバウンドにしたらアンカーポイントに対して横向きになります。はい、そしたらサイドプランク、そこから抜けやすくなるから気をつけて。はい、6 7 8、もしきつくなったらこう手で押し切る。はい、ラスト10。はい、 OK。 はい、そしたらティアスハムスリングカーですね。そのままミッドカムのままいきます。アンカーポイントに対してアーケーです。はい、お尻上げて、はい、そこからイーサートの1 2 3、フットプレートのしっかり下にグッと押してください。はい、5 6 7、きて崩れないね。8、ロッ締めて、はい、9、ラスト10、 OK。 はい、そしたらリアルスサイドプランク with ローテーション、この反対側です。8 9、ラスト10。はい、OK、いいでしょう。はい、そのままうつ伏せになって、はい、TRX クランチになります。これ10回です。1 2 3 4、股関節の下に膝くるんだ。6 7 8、フットプレート下を押して9、 OK。
10 OK。 はい、ここから2セット目ありますね。はい、ティアレクサイドプランクです。ローテーションです。はい、そこから、はい、1 2、はい、3、頑張れ、4、はい、5、6、7、8、9、ラスト、10、 OK、 いいでしょう。はい、ではです、ハムストリングカールです。そのままガーポイントに出して OK です。しっかり上げたら、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 はい、そしたら Rx サイドプランク with ローテーション、また反対側です。スクランチになります。ラストです、頑張ろう。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、 OK、 よくできました。はい、じゃあクールダウンしましょう。まずはテンスワイドスタンスヒップヒンジですね。ミットにしたらアンカーポイントにガーポイントを置きます。足は肩幅より少し広めにして、つま先まっすぐ、そして胸の高さにハンドルが来るぐらいです。そこから膝を少し曲げて体を前に傾けましょう。そこから膝を伸ばしたり曲げたりして、そう、ハムストリングを、そして臀筋を伸ばす感じ。はい、伸ばしたまま少し右に左に移動していくと、ももの内側が伸びるのを感じましょう。はい、OK でしょう。はい、続いてです、フィギュアフォーストレッチですね。ミットのボディです。アンカーポイントを向けたら、ちょうど溝落ちの高さぐらいにハンドルが来るようにして、そのまま足を4の字を作ります。そこからお尻を後ろに引いていって、臀筋が伸びるのを感じましょう。お尻をぐーっとアンカーポイントから引き離す感じ。はい、OK、いいでしょう。反対も同じよう、はい、椅子を保ってそのままお尻を後ろにグッと引いていきます。アンカーポイントとお尻をぐっと引き離すような感じ。息は吐きながら、はい、OK、いいでしょう。はい、TRX ハーフニーニングヒップフレクサーストレッチね。アンカーポイント背中向けたら、ちょうどおでこの延長線上にハンドルが来るぐらいにしてください。そこから右足を前に出し、はい、息吸って吐きながら前にグッと乗ってテンション感じたら、右手を下げて後ろ向きます。はい、OK、 戻したら反対。はい、同じようにグッと前に乗って、よいしょ、よいしょ、ハンドルグッと押して、はい、上の手を押し上げます。ももの付け根、そして体側のあたりが伸びているのを感じましょう。
はい、OK、 よく頑張りました。どうでした？結構楽しいエクササイズでしたね。はい、デラックスジャパンではこういったプログラムを定期的に配信していきます。ただ見てるだけでもいいですけど、もしよかったら一緒に頑張ってみましょう。それではまた。さよなら。またね。